皆さん明けましておめでとうございます。正月はいかがお過ごしでしょうか。僕は餅が大量に余ったので、餅を使ってトッポギみたいなやつを作っていきたいと思います。レスティンにコチュジャン、水、醤油、砂糖を加え、餅を入れて煮詰めていきます。餅が柔らかくなったらチーズを加えていきます。そしてチーズが溶けるまでもう一度火にかけ、その後韓国海苔を乗せていきます。美味しそうですね。それではいただきます。はい、今日はまだまだ寒いので豚汁を使ったピリ辛雑炊を作りたいと思います。豚汁に塩むすびを入れ、ラー油を適量、そして七味唐辛子も適量加えていきます。卵を溶いていい感じになるまで煮込んでいきます。美味しそうですね。いただきます。はい、今日の朝ごはんはポップコーンを作りたいと思います。このようにメスティンにポップコーンの素を入れ、油をひたひたになるまで敷いて塩を入れていきます。蓋をして加熱していきます。ポンポンポンと音がし始めたら、よくメスティンを振ってしっかり火が通るようにしていきましょう。美味しそうですね。いただきます。はい、今日はファミリーマートで美味しそうなものを見つけたので、メスティンでご飯を炊いて乗せていきたいと思います。ご飯は 0.5 合ぐらいがちょうどいいです。このルーローベシというやつ、すごい美味しそうじゃないですか。ご飯が炊けたようですね。それでは乗せていきましょう。中身はこんな感じ。美味しそう。